はい、ありがとうございます。ここは夢と現実、精神と物質の狭間にある。やるぞ。あなたのお墨付きの分身ペルソナをイメージなさってください。受けたまわります。激戦必至、ラウンド1、こっちだ。シャウトケーキだ。信頼しろ。ファイヤー。さあ、先方ケント番長対マットユカリ。シャドウユカリにワンコンボ入れていく。トッピングに対しては投げたらその先は使わなかったものの十分なダメージは取っている。それでも番長がしっかり視点から切り返していって、今度は俺のターンだと言わんばかりに画面端ワンコンボを越して揺さぶりをかけて画面端くぐむしを狙っていく。投げに対してはしかし冷静ユカリが逃げていて、再び画面端今度はユカリが攻めていって発火するしていったが、さすが番長も抱え、それでも裏側そっちは崩れたところにバースをここは使ってしまった。ここでゆかりに残った、上に上げて一気にダメージを取っていく。このままカウントして一本選手していくのがシャドウゆかり。さあ第2ラウンド、まずはお互い静かな立ち上がりかと思われたが、状況を作っていくゆかりに対して番長がステッカで強引に近づいていった。銃を魔女が離してくれない、強引な男。再び画面端ゆかりが崩れない、冷静にカーブしている。そして隙を見て今度はゆかりが画面端を背負わせていく。それでもバックも高い、しっかりクイックスキャップで抜けてからワンコンボ。それに対しておっとコパがコンタクトした、しっかり確認している。ワンコンボ入れて、おっははなんだ今のクイックスキャップから大ダメージ。これは逆切りに対してはゆかりバーコン、さあなかなか怖い瞬間と場合が続いたが、選手していったのはゆかり、このまま取っていった。下がったのがマットシャドウゆかりですね。おめでとうございます。すごい試合でした。あれ、正義の味方に倒されちゃったね。そっちが悪者だった。夢と現実、精神と物質の狭間にある場所。どれ、まずはお名前を伺っておくといたしましょうか。ペルソナ能力は心を寄せる、あなたのお姿とその分身
ペルソナをイメージなさってください。アイギス、行きます。それで、ご分は。たった二人の男が大地を揺らす。ユーカリに対して有利な状況を進む。ユーカリに立ち回っていきたいところこそ、ユーカリに対してマンコンの入れる。これマイク拾うより喋った方がいいですかね。聞こえます？会場マイク、会場マイク拾った方がいいかなと思って、今会場マイク拾おうと頑張ってるんですけど、会場マイクちゃんと聞こえてますかね。じゃあ会場マイクで大丈夫ですね。じゃあ会場マイク拾っていきます。さあ、なんとか早めにモードチェンジしてゆかりに引っ付いていきたかったが、ここはうまくゆかりが迎撃してワンコンボ、さらに投げて裏回りから画面張ってワンコンボ持っていってついたのは2秒。ワンクレッシーのところにアイリスのボコッと入ってワンコンボ締められなかった。画面端にいるユカリに対してジャンシーから一気にダメージを取っていくアイリス。なんとかユカリはそのお力と体力をさらにダメージで広げていく。さあ一気に取っていきたい。取り返していくユカリ側一時。さあ第3ラウンドは、一気にゆかりが持っていって画面端、さらにワンコンボを持っておく。とそしてさあボーコン、なんとこれいったか。さあ勝ったのがマット社のゆかり見立て。劇的逆転勝利、すごい試合でした。そばにいない人なんてどうでもいいじゃん。私は一人でやっていけるんだから。さあ2人のアドバンテージ、2人のアドバンテージを早々に、持っていった西側ですが、まだ東には 1,2,3,4 人の選手が残っている。そして東側、3人目が出てくる。ここは夢と現実、精神と物質の狭間にある場所。どれ、まずはお名前を伺っておくといたしましょうか。逃がさないよ。あなたのお姿とその分身、ペルソナをイメージなさってください。受けたまわりました。実力伯仲、どうなるこの試合。あ、ごめんなさい、マットさんを最後、かき忘れました。コトさんもコトさんでいます。マットさんもいます。ごめんなさい。当日決定枠でケントさんと、マットさんが入ってるんですけど、東にはケントさん入れたんですけど、西にはマットさんちょっと書き忘れました。ごめんなさい。今出てるのはマットさんです。なかなか見えないところ、これ一気にゆかりが攻めてきたが、その次にエリザベスとワンコンも入れていく。クイックステップに対して足が刺さって
さらにワンコも画面始まっちゃなみ B からのその時は繋がらなかったもののうまくガードできた。赤字覚悟です。召喚力力タラッもっとリード広げない。あれなんかちょっと見ていない間に画面端で固められていたはずのユカリが逆切れでエネルギーを投げて、おっとユカリのブロッカーをしっかりエネルギーがガードしていた。それでもタラッとその隙にユカリがガードファンココ入れて何ここはダブルアップ暴走ゴーッソーわーっがあるな。さあ一本選手しちゃいくのはゆかりのスナイラウンド。サナトスの攻めに対しては冷静に対処していくゆかり。それでもうまい具合でエリザベスがユカリに弓を打たせないように立ち回るかと思ったけど、なんか弓打ち始めたユカリがなかなかに抜けすぎて、そんな防戦一方になってしまうエリザベスが、でユカリがうまく固めてきたの。その隙に対してエリザベスしっかり間を縫ってダメージを入れていく。ここは投げる。ママキャンドルからさらにダメージアップ。いやーと気づいたら体力の差が0点。体力の差はないですね。さあ再び画面はじめ、おっとドラゴスのエリザベスに対して一気に掴んできた。一本取り返していくエリザベスが一時ラウンドファイナル。さあ第3ラウンド再び遠距離、今度はお互いが謎を出し合いながらなんとかしのいでる感じだったが、ここが近づいてきたユカリが一歩を深くて引く。ワンココ止めるだけ。さあここはユカリの特に対してしっかりエンドミスが逆切れから、さあイーブに戻していきたかったがここうまくいかず、おっとジャックビーに対してしっかり対空決めて引くぞ。ワンコンボ、さあ初段がなかなかでかいので一気に持っていく。勝ったのがマツチャドイッチ3立て。2P 側の勝利です。あれ正義の味方に倒された。じゃあ東大戦本日は6名6名のため、4人目から折り返しになります。東側は4人目。ここは夢と現実。じゃあ出てきたのが東側4人目、タヒチマーガレット。あなたのお姿、そして西側1人目、マットシャドウユカリ。さあ三択してイケイケになっているシャドウユカリをここで止めることができるか、タヒチマーガレット。行きましょう。まずは第1ラウンド、ドタルシンから立ち上がり、ユカリが次々と飛び出してくる技に対してなんとか間を抜いて技を決めていきたいマーガレットガードが、なかなか近寄せてもらえない。おっとしっかり見ていた。それでも致命傷には至らず、逆にここはユキコの膝が当たってワンコンボ、気づいたら画面端。ここでおっと逃げようとしたところにガルが当たって、ここでエリザベスマーガレット側達成。
さあ、なんとかマーガレットを捕まえていきたいが、ユーザーの起動が早い。ここで一度こかしたら、さあ、ユーザーがどんどん逃げていく。さあ、ここで捕まえた。ネガティブペナルティが入っているため、だいぶダメージが挟むのではないかと思っている。一気に持っていった。もっと楽しませなさい。一本停止していったのはマーガレットだ。さあ第2ラウンド。さあそれでも第2ラウンド先に攻めていっているのはユカリ側。もう容赦しねえぜとばかりに画面を切ってダメージをもっと伸ばしていく。さっさとビーマーガレット側が勝って、さあ中央に戻って、ああゆかりをなんとか捕まえていきたいところだが、さあゆかりの機動力に対してうまく捕まえることができるのか。さあここで捕まえたと思ったが、ゆかりが早めのバースト。ここでマーガレットもバースト。画面端には捕まえているはずなのに致命傷が与えられない。それでも先ほどのようなレーがあるため、ゆかりもなかなか後ろに下がって弓を打つことはできない。ここでもハマルが当たってきて、一気に取っていくっか。ここで出て一気に持っていって、ジャニビーで締める。そして逃げようとしたところにジャンプ投げ。おっと一気に持っていった。なるほど、なかなかできない。さあ東側、まず西側の一人目を落としていく。見事に勝利しました。自信を持つね。西側、次は誰を出していくのか。まあしょうがないですね、それは。ペルソナをイメージする。そのクッションを敷くのはしょうがないですね。さあ関西西側2人目出てきたのはクボシャドウアーマーだ。ちゃんとお尻の G 対策用のクッションを敷いて、今回参戦してきております。まずは第1ラウンド。さあ大学先に触ったのはマーガレット側。それでもアーマーがしっかり画面端に立ち抜けて、コロマルと一緒にダメージを加速させていく。で再び中央の揺さぶり、マーガレットはしっかりダメージを取って持ち詰めたところにダメージを与えていく。そして画面端はアンコンボ、さあ抜け出していきたいところだが、中央に戻してもマーガレットの攻勢続いていく。行けなさい、一気に持っていった。一本停止していたのがマーガレット側。さあ何ラウンド、今度は中央選手、先に倒したのは天田側。この前と一緒に重ねていきたいところだが、ここからどうなる。じゃあ天田の角度に対してマーガレットが投げる。そして今度はマーガレットが画面端を背負わせて、そうまとめていったが、天田側しっかり焼き切れに対処して再び中央に戦況を戻していく。そして最後
なんとエリアルズのその時が繋がらず、マーガレットに逆切れを許し、そしてマーガレットが乗って、それでもアーマラ君しっかりダメージを持っていて、ダルジメントクロス。一本取り返していく、アマダゴは一時。これがルトだ。よし。先に座ったの？アマダくん、ダメージ。さらにダメージを加速させて。アマダくんが、コロマルと一緒に。コロマルと一緒に、攻めが終わらない。マーガレット、なんとか、ここは最初に行きたいところ、ここでアマダくん投げて、ボーンと、逆切れ。もう一回、そして、アルティメットクロス。ここは、持っていった。下がったのが、クーボシャのアマダですね。おめでとうございます。さあ、そして、ただし魔法は尻から出る。東側5人目ですね。東側5人目になります。出てきたのはブブシャドウラビニス。対して西側2人目クボシャドウアマダ。5人目対2人目、一戦必至。どうなるか。ラウンド1ファイト。さあ行きましょう。まずは第1ラウンド。おだけで変わったのはシャドウラグリス側。ダンスピーからワンコンボ入れて一気に画面端持っていっちゃう。わあ、なんかワンコンボでめっちゃ減るな。さらに画面端で崩してワンコンボ。裏からいろいろ入ってきて一気に取っていった。一本先取していくのがシャドウラグリス側。じゃあ第2ラウンド。じゃあ今度はまたまたある。はい、じゃあ有利に進める動きを探していたな。そこでアマダが台中から一気に流れを掴んでいった。ワンコンボ、そして中央まさか台中アルティメット。シャドウラビリスが隠して一気に虫と捕まえて2対1でやれるのはお前だけじゃないんだぞとばかりに。じゃあ牛と一緒に攻め進んでていく。ここで頼まきゃ一気に持っていって。さあ、距離のタク。ここはしっかり山田がガードしていった。ここはアルティメットクロスからの暴走。やった終わった。それでもキーパーを当てるシャッ。そしてキーパーのマキア、ここどうなる。どうなる。最後までしっかり倒して。さあ、勝ったのがブブシャドウラ
フィニッシュですね。おめでとうございます。ワンピーガーは見事に勝利しました。さあ関東5人目、そして関西は3人目が出てきます。ようこそベルベット。ここは夢と現実、精神と物質の狭間にある場所。どれ、まずはお名前を伺っておくといたしましょうか。あなたのお姿とその分身、ペルソナをイメージなさってください。よっしゃ。それで、ご分身。食うか食われるか。現在ちょっと、キャラ選択の時間が切れてしまったので一回やり直しをしております。少々お待ちください。圧勝。素晴らしい戦いを見せてくれました。やったりさせないでよ。お待たせしました。関西3人目出てくるのは若シャドウナオト、そして関東5人目ブーブーシャドウラビネス。何かの形で契約を図る。あなたのお姿とその分身、ペルソナをイメージなさってください。それでご分身。さあ行きましょうか。関東5人目ブブシャドウラビリス、そして関西3人目若シャドウナート。まずは第1ラウンド。ドロマ
さあお互い端々の距離、ナオトのローンゾーンをうまく潰していきたいシャドウラッシュ側だが、ここでナオトの技が当たってしまう。ワンコンボ入れて、それもシャーピリスト長に攻め立てていく。今度はシャーピリストが画面端を背負わせた。ワンコンボ、さあナオトのガーキャン、そこはしっかりシャーピリストガードを通してブロッキーガードを当たって、そこでナオトのバンストが去る。一気に持ってきた。一本停止していったらラビリスが、シャドウラビリスが多大難度。まず今第1ラウンド、第1ラウンドとはですね、一気にナオトが先に攻めていったら逆切れの突き出してしっかりシャブリスの技を当ててた。気づいたらシャブリスが画面端を背負わせている状態。ワンコンボ、これで中央に戻っていったか。さあなかなかナオトは罠を張らせてもらえない。ここでガチャからのなんか罠を張ってロージョンを決め込む。しっかり上を見ていた耐久感。ワンコンボ画面端、さあうまく抜けていったシャドウラビリス。それでもナオトはここぞとばかりに罠を張りつつも攻めることを忘れない。さあここでキトノマキアが終わってシャーミリスがバースを吐いて、ここで再びキトノマキア、ここからどうなる。おーっと、ここでシャドウラビリスのペルソナ級でナオトが勝って、スーパークリーシュー。さあ一気に持っていった。なんとかお父さん、さらしたカード、先に一人でいったのはシャトリス側、伝わったからのワンコンボ、画面端まで追い詰めて持ち、さあナオトガードが高い、しっかり見ている。飛んだシャベに対して台風からワンコンボ、そして画面端でコーナーで入れる。そして投げて、おーっと投げてナオトここで東6人目が出てくる。対して西側3人、ここは夢と現実。あなたのお姿とそれ。さあ東側6人目出てきたのが大木由紀子、そして西側3人目出てきたのが若者ロナウド。いきましょう第1ラウンド。先に攻め込んできたのはナオトだ。それをうまく転じて引き出しながら自分のダメージを取っていくユキコは、ナオトのクッキングキープに対してしっかりダメージを取っていく。じゃあ戦争アービとペルソナをうまく組み合わせながら画面端揺さぶりをかけていくが、このナオトの逆切れが光ってしまった。最後この先が決まらず逆にナオトさんがダメージを持っていって中央でボタンを当てる。ここはユキコがバーコ戦争を巻きながらいい位置を取っ
っていく。ネクソだな、ここは。当たるんですね。クリシマの当たって、ここでいろいろと危ない状況に。それでもユキコはさあ構成を握って投げたら、レジリーもスカートをガードブルバリンドーンと手上に対してはしっかりギア。さあ決勝前で当たる。一本選手していくのかユキコとは。第2ラウンドなおとの銃に対してしっかり先生とどめていったら、川崎はつながらず逆にスタート側がワンコンボ、再び中央もつれたところに先生が当たってしっかり拾い直していく。ユキコはワンコンボ入れてアギの決め目、そこは最低限で逃げた。なおとは再び中央をクリアで跳ね返していく。ユキコ自分から画面外れと思っている。しっかり飛びも予測しての一歩下がってから目指し、さあ逃がさないぞとばかりにダメージを与え、一気にダメージ取っていく。そしてアギノイブルマリストーカー上位者逃げていったら、バーストが取って一気に取っていった。さあ勝ったのが大木ゆきこですね。おめでとうございます。これで東が6人目の西の4人目が出てきます。ようこそベルベットへ。ここは夢と現実、精神と物質の狭間にある。甘く見る。あなたのお姿とその分身ペルソナをイメージなさってください。ちょっぴりワクワクする。それでご分は下克上なるか。さあ西の4人目出てきたのは総勢シャドウアカだ。そして対するは東の6人目大木ゆき子。ここからどうする。目の前です。よいしょ。左下アカダに対してしっかりとどめを入れていった。ゆき子はどうぞ。体力はアーマの有利、上から飛んできたトロマルに対してしっかり拾っていった。ここはユキコがバーストを吐いて活性。そしたらにアーマの側もバーストを吐いていく。そして中央アーマの置き締めに対してはリアでしっかり対処。ダメ端に持っていこうと思ったが、そこはアーマの側冷静にクイックエスケープで中央に戻していく。そして戦争投げて下に降りていくところにトロマルがいるが、状況は何とも言えないところ。冷静に突っ込んでくるアマに対して戦争を振りつつ、なんとか自分の状況を作っていきたいところ。ここはテーラジャンプが入って、まずは画面端へクイックエスケープをしっかり読んで、ユキコはバッチリかな。当たって、さあ途中から入らなかったものの、マーライナインがしっかり拘束していく。このアーマーをガンガン、そして、ユキコの技がその丸に破って、一本選手していくのがアーマの側。さあ、ダイヤンド。表からキックしたコロマルを裏で刺したアーマだ。ここで中央、さあ上でベルソナを出したユキコに対してしっかり食らいついていったアマナガはコロマルと一緒に中下策、そして暴走、さらに持っていってアルティメットクロス。さあギリギリ残る。
これで守らせない。ダメからワンコンボを入れていく。ダメ出し起きてね。ドリといったところにガーマナルのドラゴン。勝ったのだ造幣者のアマダ。アマダ and コロマル。じゃあ6対3で、これはお見事。西の勝利ですね。おめでとうございます。じゃあ終わりまでるの。それでは、締めに入らせていただきたいと思います。締めに入らせていただきたいと思いますので、皆様、もう少々こちらにいていただければと思います。